岐阜市北は43から望む中節橋通り、中央奥に長良川に架かる中節橋、中節橋通りの岐阜駅北口の起点名前の由来となった中節橋中節橋通りとは、岐阜県岐阜市の JR 岐阜駅を起点とし中節橋を経由して、正木北町に至る道路の総称である。岐阜市中心部を南北に横断する。 長良橋通り、金華橋通りと並ぶ三大通りの一つである。千珠道交差点から、中節橋北交差点までは、国道157号、中節橋北交差点から、乗りかけ中四東交差点までは、岐阜県道91号岐阜宮山線。それ以外の区間は、岐阜市道である。1988年に、岐阜市で岐阜中部未来博が開催された。その前年、 岐阜市は遠方から訪れる人に優しい街づくりを進める過程で、それまで通称しかなかった通りに、誰にでもわかりやすい名称をつけることにしそれを募集し、現在の名称に決定した。しかし現在でも、路線中の岐阜市中心部である政子町を通る部分は、それまで呼ばれていた政子町通りと呼ばれることが多い。2005年3月までは、 千術道から中節橋を経由して早田大通までの路上に名鉄岐阜市内線が通っていた。ありがとうございます。